はい、ライズチュートリアルです。初心者がライズをできるようにするまでのところと、ライズをどれだけうまく使いこなせるかっていうところに焦点を当ててやっていきたいと思います。まずチートテイクオフっていう踏み切りを覚えるために旋風脚をやっていきたいと思います。通常の旋風脚こういう技になります。 1,2 この踏み切り方ですね。旋風脚はちょっとライズとスイング性質が違うので、次はこういうやり方で旋風脚やっていてください。今のですね。で次はそれでキックしないでください。ライズは蹴り技じゃないのでキックする必要はないです。今みたいな感じですね。次はそれで最初に行った旋風脚と同じ立ち方からやってみてください。まあ、今みたいな感じですね。足をしっかり後ろに振るっていうのが大事ですね。こっちです。後ろに振るためにはひねりすぎちゃダメです。ステップの時にちゃんと前を見て足を振るようにしてください。次は今のものでしっかりひねり切ります。旋風脚と違って技が終わった後に向こうを向いてないとライズは成立しないので、後ろまでしっかり振り返ってください。とりあえず技の大まかな構造はこれぐらいで、次はライズをしっかり縦にするための3つのポイントを説明していきたいと思います。1つ目は足の振りですね。究極の話、足の振りさえしっかり1周分回ってたらジャンプしなくてもライズできることになるので、もう他のコツがほぼいらないかもしれないっていうぐらい足の振りが一番大事です。次にジャンプです。ジャンプを意識するためにはステップを意識しないといけないです。まずライズのジャンプは他のロンダとバク転宙返りの宙返りみたいに瞬間的に蹴らないので、しっかり膝を曲げるっていうのが大事ですね。膝を曲げたところから持ち上げる力でジャンプしてください。それをするためになんですけど、左足はなるべく早くついちゃってください。早くつくためにはすり足のような形で足を持ってくるのが大事です。あまり前に行きすぎると今度足がこれだけしか触れなくなっちゃうので、足はそんなに前にやらないですね。基本飛びがすごい強い人だったら足を前にしても大丈夫かもしれないですけど、基本的にはみんなスイングでやる技なので足はあんまり前に踏み込まず早く踏み込んでください。最後腕の振りですね。結局ひねり技なので、最初のこの勢いっていうの、上半身の方にかける勢いを作るための腕っていうのは結構大事で、ひねり方向と逆の腕、僕の場合の左手ですね、左手をしっかり大きく振ってください。右手はちっちゃい方がいいです。むしろこっちちっちゃくしてこっちを大きく振ります。この3つの要素をまずどん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 強くしていってください。足の振りに動作実施の順番の制限がついてて、振り返ってから足を振っちゃうと違うスイング性質になってしまいます。こうではないですね。しっかり前向いた状態で足をしっかり振り切ってください。順番は腕を振る、足を振る、体を返す、体をねじってひねるっていうことですね。でなるべく縦のライズが理想で、なるべく前を向いとけって言ったんですけど、ずっと地面が見えてたりずっと前が見えてたりするのは良くないです。これは実はライズっていう技に見えてダークサイドエアリアルをしてるだけなんですね。結構体操選手とかロンダーとしっかり行ってた選手が陥りやすいので、体操選手がトリッキングするときとかは絶対気をつけて覚えないと、この先結構苦しむことになるので、しっかり体は地面を一瞬見ないタイミングがあるようにひねってください。ステップの幅が広がってしまうとライズ自体が横軸回転になりすぎてしまうので、返しがある中でなるべく縦というのが理想なので、縦が理想ですね。足はなるべく軸足の方に寄せるようにしてステップを踏んでください。まあ大げさにやるとこんな感じですね。でこれをできるようにするには相当な数の鍛錬がいるので、ライズっていうのはもうトリッキングの技の後半部分のもう全てを司っているので、もう毎日やっても足りないぐらいかなと僕は思ってます。初心者の方は焦って縦にしようとしてもいいことがあんまりないので、ろくなことがないので、しっかり横軸をだん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 縦に修正していくっていうやり方でやっていてください。ではここら辺でライズ講座を終わりたいと思います。